はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、ファミスタークライマックスドリームペナントの5周目をプレイしていきたいと思います。続きですね。でスワローズとの3連戦になるんですが、その前に例によってファミダスを引いていきましょう。投手10枚、野手10枚ですね。5周目にもなると金色カードが結構出てくるんで、ここまで大谷翔平、あとは畠山とかもね引いてますんでね、今回もちょっと期待して引いていきましょう。10枚、まずは投手から、とはいえね、そのレアリティの高い金色カードが出る可能性っていうのはもちろん、10枚引いて、1枚あればラッキーっていうぐらいのね割合ではありますからね。お、金色カード来ましたね。武田翔太か。どうしようかな。 PP65 使う枠があれば、千賀の2枚目は嬉しいね。なんとかね、その入れていってあげたいんですけど、今だと結局 PP がね足りなくて入れられないっていうね、控えの野手も3人か4人ぐらいしか入れられてない状況ですから、この武田の PP65 が、入れられるかどうかってとこですね。じゃあ野手10連引いていきましょう。野手に関しては今サード補強ポイントにしてるんで、村田が今サード入ってますけどね、サード守れる選手が獲得できるととても嬉しい。どうだ、今回は投手の武田だけかな。お、荒木、これ3枚目かな。もう長野が出ましたね。ただ外野はもうね、入り込む余地ないぐらいに充実しちゃってるかな。荒木は嬉しいかな、単純に2枚目。さあではちょっとね、金色カードは武田翔太1枚でしたが、気を取り直してヤクルトとの3連戦の方プレイしていきましょうか。一応ファミスタのドリームペナントに関しては6周目までをプレイしていこうかなというふうに思ってます。で、6周目はもうコンピューターのレベルを一番強い状態にしてプレイしようかなと思うんで、もう今回ね、この5周目に関してはもう勝ち切って気持ちよく終わりたい。で、第6周目は、もうそれこそ激戦ですよね。さあ、先頭バッター坂口は空振り三振。で、2番川端ですか。川端ミートが A プラスか。で、追い込んだら千賀はフォークで空振りを取っていきましょう。で、山田か。山田はミートが S でパワー走力がナイスプレイ。 A プラですからね。怖いバッターだ。荻野の当たりはセカンド正面のライナーで、2番荒木、荒木も2枚目出たし充実してきてるはずですよね。ミートが A プラスでバントも A プラスというところになってます。今日の先発は小川ですね、ヤクルトは。よしよし、岡島の当たりは微妙な当たりですけどね、ファミスタあるあるということで、この当たりが二塁打になるっていうね。で、4番のメヒアは一発狙っていきましょう。どうだ、上がりすぎたかな。大丈夫だね、入るね。んで、柳田です。ちょっと柳田は合わせに行きましたが、ここはサードへのイージーフライ。さあ、1回の表裏の攻防を終えて、メヒアのツーランですね。おー、これもいいプレーだねー。自分でね、自画自賛してますけど、今のプレーもなかなかのプレーだったかなと思うんですけどね。これもいいプレーだ。今日ファインプレー多いな。
で自分で言うなっていう話ですけど、今のもいいプレーでしたよね。これは落下点に入ります。柳田もね、足が速いんで落下点に入るのは非常に楽ですよね。これがちょっと足の遅い外野手だと結構その厳しいというか、抜かれた後も厳しいですよね。落下点に入るだけじゃなく抜かれた後も大変っていう。でサードの村田、これは村田の足でも2塁いけるかな。で坂本はホームまで入ってこれそうだ。でファミスタだとね、この今みたいなフィルダースチョイスでランナーが進塁するっていうのは結構ありますからね。これは落ちるな。よし、小川の当たりが、まあ、完全ならポテンヒットですけどね。で千賀はきっちり送りバントを決めて1番を荻野に戻ります。ちょっと二塁の小林が飛び出しちゃったか、戻れませんでしたね。これは落ちないか。山田が追いつきます。ただ2回の方でも2点取ったので4点リードで3回の表。千賀は盤石だな。よし、これパーフェクトじゃないかな。圧巻のピッチングを見せてくれたな千賀は。ちょっとその盗塁がね決められなかったっていうのがもったいなかったかな。大井野が一塁に出てくれると盗塁決められる可能性非常に高いんですけどね。で千賀がシルバーに上がりましたね。まあ、まず1試合目は無難にヤクルトを下したので2週目だな。2週目じゃない、2試合目。最近チーム練習に身が入っていないということで総力とバントがダウンか。バントはね、めったに使わないんでいいんですけど、走力に関しては、もともと足の遅い選手はさらに足が遅くなるわけですよね。今日の先発は大谷なんで、まあ勝ちはつけてあげたいけどな。直球が164キロ。まずは1番坂口を空振り三振。166キロは最速かな、ここまでで。で最後は落ちるボール。で怖いバッターの山田ですね。よし、今日はなんか結構いい感じでファインプレーが出るな。荻野の当たりはセカンド坂口、センター坂口前進して、今のはライナーって言った方がいいのかな。で荒木が二塁まで行けるでしょう。これは足が遅くなってても、で岡島だ。まあ、岡島から始まる3番4番5番は強振で行きましょう。よし、これでまず1点先制ですね。でメヒアだ。前の試合でホームラン打ってるメヒア、ここも一発が欲しい場面だな。ただボテボテだ。メヒアは確かスキルでどうだったかな、ちょっと外し、おお、柳田の会心のホームランだ。しかも159メートル。ミヒアのね話にちょっと戻すと、
メヒアは威圧感と、もう一つスキル、確かね、記憶だと犠牲フライをつけてた気がするんですよね。なんでランナーが三塁にいる方が、アウトカウントかノーアウトかワンアウトでいる方が打力はアップするですよっていう話をしようとしたところでね、相手のピッチャーの方に、相手のバッテリーの方にパスボールがありましたからね。さあ、まずは4番のバレンティンを空振り三振で、畠山の当たりを柳田がまたもやファインプレー。いや、今回ファインプレー多いな、本当に。まあ、僕が単純に守備に慣れてきた、操作に慣れてきたっていうのもね、もちろんあるんですが、さあ、村田はこれ二塁までいけないかな。走力がいいになってますからね、今。ただでさえ遅い足が。このスクリューは本当に打ちにくいですね。入ってくるように見せかけて外に逃げていくんで、これ振りに行くと空振りになりますね。大谷はもちろんこのままバッターに入らせましょう。当たりは芯で捉えたかなっていう感じでしたけどね。ライトフライに倒れて1番荻野に戻ります。これは切れていくかな。これはセカンドホースアウトでスリーアウト。落下点に入る。岡島もね、足早いですからね。うちのチームの外野陣に関して言うと、みんな走力は A 以上持ってるんで、外野にフライが上がっても、まあ、安心して落下点に入っていけるっていうのはありますよね。これが足が遅いと本当にね、追いつけないんで。剛速球投げると、岡島は、大谷は170キロ投げるのか。いやー、完璧でしたね。2試合連続パーフェクトってどうなんだろう。プロ野球史上あるんでしょうかね。2試合連続パーフェクトの、なんていうのかな、ボーナスポイントみたいなの欲しいよな。今ファミダスよりも PP を上げたい。で、今日の試合はパワースイングの回数が2倍となる試合か。ってことはもうガンガン振っていこう。3番岡島、4番メヒア、5番の柳田で、6番の坂本。まあ、あとは7番の村田もね、パワー A ありますからね。この辺りまではもう強振かな、そうなると。で、今日の先発は菊池で、菊池もご覧の通り、もうパラメーターは十分成長しましたからね。特に球威が A プラスあって、あとスライダーのキレも半端ないですからね。さあ、ここは空振り三振。山田のあたりはバックネットを越えます。ここは3試合連続パーフェクトとはいかないか。で、警戒しなきゃいけないのが山田の足なんですよね。となると、速球中心で投げて、で、盗塁阻止率の高い男、 100% の男って言えないのがね、悔やまれるんですよね。誰かに3投を許してしまいましたからね。まあ、ただ走力 A プラスの山田を刺しましたからね。今も小林の肩は本物ですよ。これは三遊間綺麗に抜けていってくれた。もうあそこ以外じゃ抜けないだろうっていうところを抜けていってくれましたね。今日のヤクルトの先発は立山。これも抜けていく。よし。
スリーベースになりますね。で、岡島だ。こっからも強振だ。強振が12回振れるんで。これは岡島はタイムリーツーベース。2点目が入ります。で、メヒア。これは入るか？入るね。いやー、今日はなんか、守備もバッティングも、で、もちろん、守備も、バッティングも、投球も含めて、完璧と言っていいな。で、立山は決め球、フォークか。柳田はフォークの前に空振り三振。んで、6番坂本になりますが、ここはセンター前ヒット。村田もセンター前ですね。村田の足だとどうだ、これは。うん。なんとかセカンド行けましたね。で、小林もね、すっかり打てる。バッターに育ちましたけど、ここは、レフトへの浅い当たりなので、ちょっと帰ってこれませんでしたね。菊池はそのままバッターボックスに入れましょう。で、ここでまたバッテリーミスが起きて1点追加点。立山は交代かな。これで菊池がね、出てくれるとまた1番からの打順に戻るんですが、サードへのファールフライに倒れて、1回の裏は5点ですね。まあ十分といえば十分だけどな。バレンティンの当たりはどうだ。ドゥー、持っていかれましたね。で、畠山はスキルなんだろう、発動してパワーが S に上がってますけど、チーム愛とかだったかな。チラッとしかちょっと確認できなかったんですが、雄平のあたりはセカンドゴロ。これはどうだ、追いつけるか。追いつくね。まあ、村田なんでちょっと足に不安があったんですが、ちゃんと追いついてくれました。うん、荻野は今のボール見極められるといいんですけどね、このボール。4球目を打ってセンターフライに倒れて2番荒木に変わります。このボールね、見極められないんですよね。速球がね、158キロ持ってるんで、まあそれなりに速いボール投げてくるんで、どうしても速球にタイミング合わせようとすると今のボールに手が出ちゃうんですよね。岡島の当たりは、これは三塁までいけるかな。いけますね。6点目が入ります。戻れない。メヒアの、まあ、サードへの強烈な当たりでしたけどね、あれちょっと戻れなかったな。あの当たりで角度がついてくるとホームランかなっていうところだったと思うんですけどね。よし、岡島のファインプレーですね。うーん、これはさすがに無理か。なんでホームへ突進してきたんだろう。完全にアウトのタイミングでしたけどね。ここも無難に最後は抑えて、この3試合は先発が全部完投してくれたな。最初の2試合はパーフェクトパーフェクトで、今の菊池もね、まあ、ピンチの場面ありましたがきっちり1点で抑えてくれたんで、はい、というところでヤクルトとの3連戦はどうでしょう。気持ちよく見ていただけたんじゃないかなと思います。
で、この後はですね、引き続きドリームペナントをプレイしつつというところになるんですが、まあやっぱりね、ここまで来るとショップなんですよ、ショップ。ショップでね、自分の欲しい外野手か。まあ、糸井がいる。糸井欲しいわ。糸井、この数値、半端なくないですか？ミート、パワー、走力、肩、で、守備、全部 A プラス。いやー、欲しいけど、入れるところがないんですよね、糸井は。いや、糸井欲しいな。非常に糸井くん欲しいけど、いやー、糸井買うべきかどうかっていうところはちょっと皆さんの意見を聞いてきめよう。これ以上外野を補強してどうするんだっていう話があるんで、まあ、糸井を買うべきかどうかちょっと皆さんの意見を聞いてから決めたいと思います。というところで、今回はね、ヤクルトとの3連戦をお届けしましたというところで、終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。